役立つものばかり。貞雄はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたから。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、首を洗って待っておる。俺はここだ。館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。にゃあ。殺したのですか。政子殿。奴は私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。
そして撃つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者は豊玉におる。共に見つけましょう。